歩きながら行くか。はい、今回はあの和歌山県の心霊スポットと言われている某所、某公園にやってまいりました。この赤い橋ですね。まあ、赤い鉄筋の吊り橋で、これ昔っからあるんですけど、で、まあ、今の状態にこの公園がなる前、今はかなり整備されて、非常に綺麗になっておりますが、そうなる前はすごい山の奥にある公園って感じで、そして夜になると誰も寄りつかなかったんですね。でその時に、まあ、その時代にいろいろあったということで心霊スポットになってるんだね。なんかいろいろ書いてあんな、掘ってあんのか。1975年3月にできた橋、結構年代物ではある。でこれ Google マップで見たら、ここに普通に赤ちゃんとか歩いてんやけど、まあそれは昼間の話で、夜になるとこんな感じでちょっと薄暗い感じ、薄暗いというか真っ暗やな、真っ暗で誰も来ないから。でこの下に池あるんですけど、まあ、この下の池自体はあの昔ブラックバスとか釣れたんで、結構釣り人が来てたんですけど、あの池の水抜きやってからも誰も来なくなって、釣り人も来なくなってって感じかな。でもこの先のところに、この先のところにあの開発されて駐車場と公園ができまして、キッズラウンドみたいなキッズの遊び場ができたんで、昼間はめちゃめちゃ人増えて、以前の状況とはちょっと違ってますね。だからここが心霊スポットになった、心霊スポットと言われていた時代と今とでは状況は一変してるから、今令和4年に来たとしてもそんなに雰囲気は感じられないかもしれないね。でも駐車場からちょっと登ってきただけでこんな状況になるんやから、誰もいない、それなりに雰囲気はあると思いますね。でこっからロープが垂れ下がっていたことが、時代があるという、この鉄骨に確かにここはロープが、ロープくくりつけやすい感じにはなってますね。これちょっと怖いね、よく考えたら。ここ確かにここにロープが、なるほどね、朝来たらここにロープがブランブランってしてたやって、でそれ以降ここが心霊スポットになったと言われていますが、まあ、新聞とかには多分載ってないと思うね。そういうあの何て言うかな、物件とかでもそうやん、あの水島ヒロじゃないわ、何やったっけ、水島ヒロじゃなくて何やったっけ、あの大島ヒロ、大島テルのあの心理的忌避物件ってやつや、心理的忌避物件、心理的なんとか物件ってあるやん、とりあえず事故物件ってやつね。あれと同じで、こういうとこ、こういうなんていうかな、まあ事故死とかでもないようなやつは新聞には載らないですよね、事件性もないってなると。なかなかね、まあ、地元の人しか知らないっていうのがあります。でここは吊り橋なんですけど、吊り橋なんですけど、まあ下は見えんな、夜やから、夜やから下は全く見えないから、すごい闇感がありますね。闇の中にポツンと残されているこの橋だけ浮き上がっている感じ。吊り橋自体は結構揺れますけど、この鉄骨なんで、鉄骨あとワイヤーなんで、まあ落ちる心配ないということで。ちょっとでも怖いぞ、この感じ分かるかな、立ち止まったらめっちゃ揺れてんの分かるん。橋の上で駐車して、駐車っていうか停車してて、でトラックとか大型の車両来た時、橋がグワングワン揺れるやん、あれと同じやん、立ち止まったらめっちゃ揺れてんの分かる。
この鉄骨にロープが垂れ下がっていたという疑惑のあるとこだね。ちょうどここかな。わかりますかね、これ。この感じ。ちょ揺れてんな。この辺り。こういうとこに引っ掛けてロープがプラン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 してたっていう。真っ赤っかす、まあ、鉄筋っていうのは赤いもんやか。和歌山にはもう一つ赤い鉄橋っていうか、なんていうの、赤い吊り橋がありまして、そこもなんか心霊と言われているんですけど、そっちの方は普通に観光スポットなんですよ。あの有田川の、有田川町の二つのダムやったっけ、二つのダムじゃないわ、何やったっけ、二川ダムかな、480号線にある荒木島の手前のとこにあるダム湖、そのダム湖にかかっている長いこういう同じような赤い色の鉄筋の吊り橋があるんですけど、その吊り橋も一部では心霊スポットと言われていますね。で、まあそこも身投げの場所として言われてて、地元の人によるとそこも身投げがあると。ここは身投げではないですが、そこはかなり高い場所にあるので身投げと言われてますね。そしてまあこの先に行くと登山道、登っていくと東屋みたいなのがありまして、そしてその東屋もちょっと怪しげなんですよね。夜行ったら何がいるんだというね、こういう山道の先にある東屋みたいなとこ、誰もいないさすがに。ちょ、誰かいたらめっちゃ怖いけどな、こういうの。やばい。いないやろ、なんか。これも怖いな、なんか。見ようによっちゃ不気味ではあるよ。ただの、東屋でもないか。これ屋根あるだけか。屋根とベンチ。なんかありますね。なんか貼ってある。なんかシール貼ってますね。何これ。すすきの空軍。なぜここが、新スポになったんだろうな。一体誰が最初に言い出したんやろ。やっぱりそういう事件があってからかな。事件があって、地元の奴らに噂が広まって、で、それが、和歌山県内に、まあ、いろいろ広がっていたんじゃないかな、とは思います。え？ごそごそって言ったぞ。自分のリュックの音でした。自分のリュックの中に入っている荷物がこう歩く振動で揺れただけだ。めっちゃびっくりした。後ろからおっさんがストーキングしてんのかなと思った。再び戻ってきた。この吊り橋の下は池なんですけど、でっかい。その池もちょっと探索しようかな。池周り。鉄骨とはいえ、これ揺らしたらちょっとやばい感じもしますね。ちょっとやっぱ立ち止まると怖いですね。このボルトとかも結構年代もんやな。そりゃそうか。何年やった ?40 年、40年ちゃうか。1940年なわけないか。1940年ちゃう。何だっけ ?1974 年か。1974。バトルフィールド1974。1974に作られた橋。吊り橋。アミューズメント施設ではないから。毎日点検とかはやってないです。安全点検とか。なんか結構怖い、怖い。怖いです、やっぱりちょっと。横揺れしたら怖いな、これ。
横揺れすると怖いな。横揺れは怖い。縦揺れはいいけど早足になっちまうね。そういえば谷瀬の吊り橋もこれぐらい揺れたね。戸塚川の結構なんかバキバキ言ってるやん。根元のこれとかもう錆びてるやん。結構劣化してるな。これ交換した方が良くないですか。これ交換時期来てんちゃう。これいけんのか。穴開いてるやん。怖い。覗いたら目疲れるタイプ。なんでこれ穴開いてんの。これ誰か監禁されてんじゃん。子供。池の下のところです。池底。これ日中だとこの先に橋が見えんやけど、この辺り。ペドロすごいっすね。底なし沼か。そこあるか。まあ、こんな感じで。救急車か。びっくりした。怖いね。やっぱりこういう池見える。これ池に遊びに行ったらあかんって昔ガキの頃言われましたけど、なぜダメかというと池ってこうなってるやん。急にこうすり鉢状になってるから落ちたら登ってこれないというアリ地獄のような構造になってるの。これ、まあ、ダム湖とかもそうやけど、ダム湖はもっとえぐいからね。規模がでかいからね。傾斜もやばいしね。だから池とかに遊びに行ったらあかんって言われて溺れて死ぬでって言われたのはこういう構造になってるね。ため池というのはコンクリートの護岸のため池の方がもっとやばいけどな。でも対岸の方ちょっとライトやばいね。これしょぼ、ライトしょぼすぎませんか。これ怖い。夜の池ってこんな怖かったっけ。なんか釣りしてる時ここ、前も言ったけどここはあのブラックバスの釣れる池やったんですね。昔10年ぐらい前は8時ぐらいまで、夜の8時ぐらいまでこういうとこで釣りしてたよね。その頃は釣りやってる頃はね。でまあこういうとこでブラックバスとかでっかいの釣れて、うおーとか言って一人で叫んでたんやけど、今となって思えばすごいとこでやってたね。めっちゃ怖いこれ。すり鉢状になってるの。ほらこんなとこでようやってたね。陸これやで。陸めっちゃ上まで上がるやん。おー、この葉っぱでかっ。何これ葉っぱでかすぎやろこれ。見てくれ、葉っぱでかすぎですねこれ。巨大なあの時代の葉っぱ、太古の葉っぱよこれさあ戻ってきたというわけで、特に異常なことは起きませんでしたけど、やっぱりこうやって見るとロープ垂れ下がってたっていうのはなんとなくわかるよね。説得力のある階段やな。赤い吊り橋。時で赤い橋、特に異常なし、なんか説得力のある、それなりに説得力のある場所かもね。そのロープ垂れ下がってるって言われたら確かにそれっぽいもんなっていう場所ですね。